彼はこんな瞬間にあなたに支えられていることを実感するんです。こんにちは、大川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが出ています。登録無料になっていますので合わせてご登録ください。男性が女性に対して恋愛感情を抱くだけではなくて、彼女がいないと困る、彼女は本当にいつも俺を支えてくれてるよね、彼女がいるから今の自分があるんだ、そう思うその瞬間はどんな時なのか、今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。彼がどう思うかに関わらず、あなた自身がね、ブレない心を作るためには、あなた自身が執着を手放して自由な心を手に入れるためにはどうすればいいかという話については、こういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが、日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますので、こちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにも遊びに来ていただくとして、今日は日常の彼とあなたとの関わりの中で、あなたのこんな態度や行動を見たときに、あ、彼女はやっぱり俺を支えてくれてるんだな、これは彼女に支えられている、彼女がいないと本当に生きていけるかどうかもわからないぐらい困るというふうに、まあ、そこまで思うかどうかは別にしてもね、支えてもらえてるよねということを実感してもらえる瞬間って大概こういう時ですよね、そんなお話をご紹介していこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンクが出ていますので、こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。ということで、今日は男性が彼女に支えられているぞそう強く思う瞬間、その場面、7つほどご紹介していこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、あなたの笑顔を見せられた時ですよね。まあそりゃそうだよね。まあ少なからずあなたと彼との関係が、まあ、お互いをね大切に思い合おうねというような関係で成立しているその状態で、あなたから笑顔を見せられればさ、それだけで、あ、なんかすごく心がほっとするなとか、あ、なんか本当に俺まだまだ頑張れるんかなとか、あ、俺と一緒にいてくれることで彼女は笑顔になっているということは俺にも存在意義があるんだなとか、あ、こうやって俺を迎え入れてくれる人がいるんだ、あ、俺はここに帰ってくればいいんだ、帰ってこれる場所がある俺って結構イケてるかな、あ、まだまだ頑張れるかなとかね、まあいろんなその思い方や考え方はあるでしょうけど、大切に思う人がさ笑顔を向けてくれれば、それだけでね、まあなんかもうちょっとこう頑張ろうかなとか、まだまだ心折れずにねいけるぞと思ったりとか、もっともっとね彼女を笑顔にしようかなとか、まあそういうふうに割とねポジティブな感情になっていくんですよね。一方でね、なんか眉間にしわ寄せてさ、もうあんたほんとしょうがない男だわとかね、なんでいつもそうな、何回言ったらわかるんよみたいなことを四六時中言われたらさ、ちょっと支えられてるっていうか、ちょっと、離れたいなっていうふうにこう思われてしまったりすることありますよね。まあ、なので、あなたがね常にやっぱり彼に対して笑顔でいること、もちろん彼は彼でね、あなたが笑顔になるような努力をしてもらわなければいけないし、それ逆のケースもそうだね。あなたもやっぱり彼に笑顔を見せられるからこそ、あ、なんか私支えられてるんかなとか、彼がいてくれるから私ね、結構できることあるんかなとか思ったりすることあると思うじゃない、あるはずなんですよね。まあ、だから、まあ、男女ともにお互い笑顔でね、接し合うことができるならば、その関係ってお互いを支え合えている関係だよねということが思えるし、まあ、それによってね心を落ち着くし、ますますね頑張ろうというふうに思う気にもなるし、そしてお相手をね自分も支えたいぞというふうに思うようになる、そんな話でした。さあ、そして2番目はこちらです。はい、同じ世界をね見ていることができる、違う言い方をすると価値観をね共有できるというふうに言ってもいいかもしれません。同じ出来事、同じもの、見る人によっては全然違う意味付けや解釈になりますよね。例えばすごく困ってらっしゃる方がいました。その困ってる人に対して、あ、この人は努力が足りない人なんだっていうふうに思う人がいるかもしれないし、まあ一方ではね、あ、困ってる人がいる、何か助けられることはないかなっていうふうに思う人もいる。どっちがいいか悪いかじゃないですよ。一つの物事に対して見方や感じ方がそれぞれ違うという意味で、例えばね、コンビニ行ってアイスクリームを買いました、チョコモナカジャンボ100円ちょっともするの、いやこれ高えなっていうふうに思う人もいれば、
あ、チョコモナカジャンボ100円ちょっとで買えるんだ、いやこれ安いよ、こんなごちそう、いやこれ100円で買えるんだったら100個ぐらい買いたいわっていうふうに思う人もいるわけじゃないですか。これもどっちがいいか悪いかじゃなくてね、まあそういう意味で同じ世界を共有することができる、同じようなものの見方や感じ方ができる人、もちろん細かいところでは違ったりするのかもしれないが、ある程度ね、自分の世界と同一のものを持っている人がいれば、まあ、それだけでこう話があったりするし、心が落ち着くし、そして何よりも自分の考えや生き方ってそんなに間違っていないんだな、だって同じように感じている人がいるんだからというね、その安心感につながっていく。そしてね、まあ、一個前にも言ったように、まあ、お互いが笑顔でいられるような関係であるならば、まあ、そこにやっぱり帰ってきたいと思うし、そこはね、自分自身の心の拠り所になっていくわけだから、その人の存在ってやっぱりとても大事だし、その存在があることによって、あ、俺って今を生かされてるんだ、今生きていられる、今日常生活を自分の世界で生きていけるのは彼女がいるからだ、そう思うことができる、まあなのでね、まあ、何が合うかどうかっていうのは人それぞれね違うかもしれないが、あなたと彼との関係の中で同じ世界を共有できるもの、価値観を共有できるものがあれば、それだけでね、彼はあなたのことを大切な存在、そして、俺を支えてくれる女というふうに、まあ、思ってくれている可能性が高いというふうに思っていただいていいと思います。さあ、そして3番目はこちらです。はい、同じ未来を見ていられるということですよね。まあ、2番目の話とちょっとね近いんですが、2番目の話はね、今という話だったじゃないですか。今ここでお話を差し上げているのは、さらに今度は未来という話ですよね。将来こういうふうになっていきたいよね、将来はこういう生き方や考え方をしたいよね、まあ、こういうふうに社会に貢献していきたいよねとか、まあ、もしくは社会からね、もう本当にドロップアウトして好き勝手に生きていきたいなとかね、まあ、これもいろんな見方や考え方、いろんな捉え方がある。その方向性について、別になんか2人で一生懸命電卓叩いてさ、老後の計算しましょうねとか、そういう話じゃなくてもいいんですけど、まあ、おおよそこういう未来を作っていくことができると幸せだよね、あ、そんな風に考えてんの、いや俺もそういう風に考えてんだよね、という関係が出来上がっていると、やはりその未来を一緒に作っていくパートナーとして、あなたを認めることができる。そして、まあ、彼もね、あなたからそういう風に認められてるんだという風に感じることができるから、まあ、それによって、まあ、その存在をね支えだと思うし、まあ、そのために、その未来のためにね、今の自分、今の彼との関係、今の彼女との関係をどう作っていこうかという風に考えられる。それがモチベーションになる、それがやる気になって、それあなたの存在が彼にとっての支えとなり、そして未来のための今を生きていくことができるようになっていく、まあ、そういう意味でね、彼が将来のことをどう考えているか、そしてあなたが将来についてどう考えているか、まあ、先ほど申し上げたようにね、そんなに事細かくねがっつり決めるっていう話じゃなくて、まあ、薄ぼんやりとでもさ、まあ、こういう生き方や考え方したいよねとか、まあ、こういうふうに年取っていきたいよねっていうようなものが、価値観が合っていたりとか、そこで未来同じものを見ていることができると、まあ、そういう存在、支えてくれる存在だと思われるようになりますよねっていう話、まあ、そのあたりの話はさ、こういう話の中でもねちょっとよくご紹介差し上げてるんですよね。やっぱり未来って必ず生きてる限りは必ず来ちゃうんでね、その時にどうありたいかっていう価値観を共有できてると、その関係ってね大概うまくいくし、お互いのことを大切だと思えるという話、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先も出てます。関連する動画他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルをご登録いただいてね、合わせてご覧になっていただければいいんだが、まず未来をね共有しましょう。どんな未来を見ているか、あなたの話をし、そして彼の話を聞き、お互いがそこで同じものを見られているなというふうに感じると、彼はあなたを支えだと思う、そのお話でした。さあ、そして4番目はこちらです。はい、まあ、これは男女ともにそうですね、信じてもらえている実感なんですよね、この人は大丈夫、この人は信じられる、この人は任せられる、そんな風に自分自身が思われていると、それだけでこう自己重要感が高まるというか、まあ、自己肯定感がね高まっていくじゃないですか。それはね、あなたも、彼に対して全てを語ってはいないけど、彼があなたのこと、いやそれは別にそこまで言わんでいいよ、俺君のこと信じてるからとか、それは会社のさ仲間から、また会社の上司からでもね、いやお前の仕事は大丈夫だから任せるから、もう俺信じてるよっていうふうに言われたら、よしそうなんだ、じゃあ頑張るぞっていうふうに、まあ、思うし、その頑張ろうと思う気持ちを生み出してもらえ、生み出す理由っていうのはやっぱり信じてもらえてるからだったりもするわけですよね。それが男性もね女性もみんな同じで、あなたが彼に対してね、私あなたのことを信じとるんよ、私あなたのことをちゃんとね認めてるんよということをしっかりと伝えてあげる。細かいことね、いつ何時何分何秒にどこで誰だって、この女は一体誰なんだ、この女の住所言いなさいよみたいなことを、まあ、
細かく細かくガチ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 やってたらさ、なんか俺信じられてないんだっていうふうに、まあ、思ってしまってね、心がヘナヘナヘナっていうふうになってしまうことがある。まあちょっとよくわかんないこともあったりするけどさ、あんた人としてちゃんとしっかりしてるから私そこを信じとるよ、あんたは私を裏切らないよねということを、まあ、しっかりと、それはねプレッシャーかけるという意味ではなくて日常のコミュニケーションの中で伝えてあげる。それは、男女という人間関係ということだけではなくて、やっぱり人としてもね、あんたはこういうことやっても大丈夫だよね、あんたはこういうことできるよねっていうことをしっかりと信じて彼に委ねてあげる。あ、信じてくれる人がいる、あ、俺って意外にイケてるんだな、あ、俺って意外に彼女が受け入れてくれるっていうことは結構イケてる人かもしれない、よし彼女がいるから俺頑張れる、信じてくれる人のためにそれを裏切らないように力を発揮しようなんていう気持ちにまあなっていくわけですよね。まあ、そういう意味でやっぱりこう信じられている、信じてもらえている実感があるほどに、そして信じてくれる人がいればその信じてくれる人を支えだとねみんな思うので、だからまああなたがすべきは彼に対してね信じてあげてますよということをちゃんと伝えてあげること。まあもう日頃の行いがねもう信じられないような、もうどこで何やってるんだか分かんないうさんくさい人とかはいるから、まあ、そういう人はまたねちょっと話は違うんでしょうけど、まあ、そうでもなければちゃんとね信じてあげてそれを伝えてあげるといいのではないでしょうか。さあそして、5番目はこちらです。はい、自分が支えている実感ですよね。まあこれはそうですよね。まあこれも男女ともにそうです。自分がねやっぱり彼女の役に立てているんだ、自分がこの人の力になれているんだ、この人に必要とされているんだということが実感できるから、あ、俺って頑張れるんだとかね、あ、俺のやってることって無駄じゃないんだとか、俺って彼女に対して結構必要とされてる人間だよねというふうに、まあ、思う。これはだからね今言って男女逆にしてもそうですよね。だからこそあなたが彼に対してね、こういうところでちょっと力借りたいんよ、そして力を借りました、あ、あんたがいてくれて本当助かるわ、あんたにこういうところでね助けてもらえて私こんな風になったんよということをちゃんと返してあげる。すると、あ、俺意外にイケてる、あ、俺役立ててる、あ、俺彼女を支えられてるというような、まあ、実感につながっていく。人は誰であれですよ、特に男性はその傾向が顕著ではあるんだが、みんなね誰かの役に立ちたいんです。社会的な生き物である以上誰かの役に立っていないとその社会の中で生きていくことはできないから、自分が役立てているという実感をみんな欲しい。そしてその実感をくれる人がいるからその人を自分の支えだと思うんです。その人によってモチベーションが生まれたりとかね、その人によって心が満たされたり癒されたりするんです。ということは彼にぜひね役割を与えてあげる、彼に支えてもらってるんよ私はということを伝えてあげる、それだけで彼はあなたを心の支えに思うようになる、まあ、その話もねよく差し上げています。やっぱり必要とされてるからこそ、頑張れるっていうのは男の人も女の人もみんなそうなんで、まあ、これはねだ同性同士でもまたお仕事の関係でも言える話だというお話、こういう動画の中でもご紹介差し上げています。こちらに画像が出ていてこちらにリンク先もあるので、まあ、この辺でちょっと深掘りしてる話なので、まあ、その辺の話ちょっと思い出していただきながら、彼にね私あなた必要としてるんよって言って、彼が実際にそのために役立ってくれて、そのフィードバックをしてあげる、すると彼はあなたを必要な存在だと思うようになるというそんなお話です。さあそして、6番目はこちらです。はい、心身がね癒されるお相手のことはそれは支えだとは思いますよね。やっぱりね、その人と関わっていると癒される、心が満たされる、リフレッシュすることができて力がみなぎってくる、そういう人との関わりってねすごく大切だし、そういう人がいるからこそ頑張れる、その人そのものがやっぱり支えなわけじゃないですか。まあじゃあどういうケースが癒されるのかというと、残念ながらこれは人によるんでね一概には言えないと思います。ただ一番目にも言ったように、例えばあなたの笑顔を見ることによってそれだけでね癒される、本当にもっともっと頑張ろうというふうに思う方もいるかもしれないし、まあ、あなたと一緒にご飯を食べるとね、まあ、なんか食の趣味があって、ご飯がめちゃくちゃうまいよね、本当に彼女とご飯を食べてると本当に癒されるわっていう人かもしれないし、まあ、もしくはそうね、まあ、例えば性的な問題で、まあ自分がね望んだ形で、性欲が満たされていく、そんな話はね、こんな話でもちょっとご紹介差し上げたと思います。まあ、性的な問題をこう満たしていくためにはどうすればいいかという話、まあ、男性女性ともにですけど、こういう話でご紹介していますので、こちらをご覧になっていただくといいと思います。
ちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるので、まあ、性的な問題はこれだと、まあ、性的な問題だけじゃなくて、何でしょうね、まあそれこそなんか会話をしてるだけでさ、まあ本当にゲラゲラ笑えて、その笑いにとってね、笑いを通じてリフレッシュすることができるとか、まあ、さっき、同じ世界というお話を差し上げました。同じ趣味の映画を見たりとか、例えば一緒に釣りに行くだけで心癒されますよね、満たされますよねとか、あとはあなたが彼の体をね、まあ、揉んであげるとか踏んであげるとかね、まあ、それ男女逆にしてもいいんだけど、まあ、そういう関係ができることによって、本当に疲れが取れますとか、まあ、いろんなね癒しがあると思います。彼にとってあなたと一緒にいると癒されるよね、心も体もね、という関係ができているならば、それはもう完全にね、あなたは彼にとっての支えだし、これは逆にね、あなたも彼と関わっていると本当に癒される、本当にね心満たされるし、本当にリフレッシュすることができるなっていう存在で彼がねあるならば、まああなたはその人支えだと思ってると思うんですよね。まあそのような関係を作ること、まあそのためにはね、まあお互い何が癒されるかとか何が満たされるかっていうのは、途中にも申し上げたようにお互いのコミュニケーションっていう問題でね解決していかなければいけないんだが、まあ、とにもかくにも癒される人は支えになるということなので、ぜひ彼を癒してあげてくださいというその話です。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、愛せている実感なんですよね。まあ、これはもう男性女性ともにそうです。人は誰かを愛せている時っていうのは一番エネルギー湧くんですよね。愛されたいってねみんなよく言うんですけど、でも愛されたいっていうのはさ、受け身でしかないじゃないですか。愛されてるから、まあ確かにそれはね喜びでもある。しかし愛されてるから何か頑張ろうと思うかっていうと、なかなかそうもいかないと。愛されてるからそれでいいっていうふうに満足してしまうことも少なくない。でも愛せているというのはさ、その人のために何かをやろうとか、またその人に気に入られるようにとかね、その人から嫌われないようにとか、その人を失わないようにとかね、それはポジティブなものであれネガティブなものであれ、誰かを愛することができているから、それに対して力が湧くんですよね。彼があなたを愛せているんだ、僕は彼女のこと好きなんだ、僕は彼女のことを必要な存在だと思えている、そんなことを実感することが彼ができるから、その存在自体、あなたが彼から愛されているというだけで彼にとってね支えなんですよね。もちろんそのね彼の愛情というものをちゃんとあなたがフィードバックしてあげないと、彼もね自分が彼女を愛せているんかなっていうのはいまいちよく分かんなかったりもするから、いや私ねあんたにいつも愛されてってことを実感してるんよ、いやあんたが本当にいつもね私のことを大事にしてくれることをよう分かってるっていうことをフィードバックしてあげる。まあそれは男女逆にしてもそうなんだが、まあ、そうすることによって、あ俺はちゃんと彼女を愛せてるぞ、俺の愛は伝わっているんだということが分かるし、そしてその思いをあなたに届けているからこそ、そんなあなたに対してね、自分が嫌われないようにとか、もっともっと彼女に認められるようにということで頑張ることができるし、日常をね生き抜くことができるようになっていく。それがあなたが支えであるという証拠でもあるんです。なので、まあ、愛されてるなっていうことは実感できている以上は彼の支えになってるからね、あなたはね。そこはだから受け入れてというか認めてあげ、自分でも認めてあげていい話であって、そしてプラス私はちゃんとあなたに愛されてるからね、あなたは私を愛せてるよということをちゃんとフィードバックしてあげていただくと、その思いというのはねさらに、まあ、上に積み上がっていくことができるというお話でした。ということで全7項目ご紹介をさせていただいています。まあお気づきのようにというかね、途中でも何度も申し上げたように男女逆にしても同じだったりもするから、まあ、男性は男性でね、女性の支えになりたければ、まあ、こういうことも心がければいいし、まあ、女性は女性でね、まあ、こういう関わり方を彼とすることによって彼はあなたのことをまあ支えだと思うようになる。まあ最後ね7番目でも申し上げたように、ちゃんとね彼から愛されてるなっていうことを実感してるんだったら、もうすでにね彼はあなたのことを支えだと思ってるっていうことも、まあ、それはそれで間違いのないことだから、それはそれでね一旦受け入れた上でさらに、プラスその力をね、彼自身がもっともっとこう高めていくというか、あなたから支えられてるぞっていうことを強く思いながら彼が成長し、そしてあなたに対する愛情がねますます深くなっていくような、まあ、いい意味でのこう相乗効果を生み出していくという意味でも、まあ、こういうことをねちょっと心がけてみていただくといいのではないでしょうか。そんなところで現場からは以上です。